Motors. はい、どうもこんにちは。モーターズのヨークです。という感じですね、今日も元気に取材やっていこうと思うんですけれども、後ろに軽トラが大量に並んでるのと、もう毎度おなじみ、S2 レーシング、菅原さんです。はい、毎度おなじみ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの軽トラを3台お持ちいただいて、個人的には見慣れた車が1台、一度取材させていただいた、トゥクトゥクと。あとは、まあ別のロケで、ちょっと僕運転させてもらった、こちらのオレンジのこと。初めて出会う黒い子っていう感じで、何やらなんか今日あの菅原さんがゲスト呼んでるみたいな。そうですね、車が毎回一緒だから飽きちゃったかなと思って今日はですね、こちら3台まとめて一気に紹介っていう感じでですね、盛りだくさんな内容でお送りしていきますので、皆様お楽しみいただければと思います。じゃあ改めて今日は菅原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで早速1台目ご紹介させてもらおうと思います。はじめまして。はじめまして、こんにちは。デイトナ編集部の野本と申します。デイトナ編集部野本さん、デイトナさんと S2 さんと一緒になってこの軽トラを作ってたっていうことなんですか。はい、そうです。デイトナの雑誌の中でもともと菅原さんのところにあった中古の軽トラをカスタムしようっていう企画がまず最初にありまして、うん、そこで一度軽トラをまあ題材にした企画っていうのを一回やったんですけど、うん、なるほど。そこからさらに発展して他の人にも買ってもらえるようなカスタム軽トラを新車から作ろうかっていうような企画を立ち上げまして、それで作ったっていうような企画でした。はい、そうなんですね。はい、ちなみにディーズピックっていうのはどういう意味なんですか。デイトナーがチョイスっていう意味もあったりとか、軽トラもまあ言うなればピックアップトラックっていうところと、はいはい、であとそもそもディーズピックっていう雑誌の企画があります、もともと。なるほど、はい、じゃあトリプルミーニングぐらいなんですね。そうですね、はい。これベースの軽トラって何になるんでしょう。基本的には鈴木のキャリーをベースでっていうのを前提として作ってたんですよ。なるほど。なんですけどよくよく考えると軽トラの荷台のサイズが同じなので、はい、どの車にでもつくぞっていうことに気づき、今回ここにある車は菅原さんの方であえてキャリーではなくてハイゼットの方につけているっていうような形になります。なるほどなるほど。じゃあですね、このおしゃれなおしゃれなハイゼットちゃんをちょっと詳しく見ていこうと思います。改めて今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんなオレンジにオールペンしちゃってバンパーガードまでついちゃってめちゃめちゃ可愛いですけど、見た目はどういうコンセプトで作られてるんでしょう。もともとはオフロードバギーっていうのをテーマにしてまして、うんうん、軽トラってまあ通常で言えば働く車なんだと思うんですけど、はい、それを遊びで使おうっていうのをテーマにしてます。なるほどなるほど、はい、でこういうちょっとオフロードな感じのルックスになってますよと。はい、で変わってるとこで言うと、まあ、オールペンは置いといてバンパーとかノーマルでバンパーガードがついてるんですかね。そうですね。これでどこのパーツになるんですかね。これはもう菅原さんがお手製です。 S2 レーシングお手製です。はい、なるほど。デザインモチーフはデザイナーさんも一緒になって参加していただいているので、はいはい、その方にオフロードバギーっていうテーマを伝えて、うん、レーシングカーのロールバーみたいなそういうデザインのもとにこのバーを作りましょうっていうので、その遊び車なんですけどその車自体も遊びだし、うん、遊び道具を積んでどこかに出かけられるっていうその軽トラとしての機能もそのまま活かした車にしたいなっていうところがあったので、後ろのそのバーだったりとかっていうのは荷物を乗っけて落ちないようにそういう形状も考えて作られています。要はこの辺のフレームで荷物が転がっていかないようにってことなんですか。そうですね、すごい細かいものだったらそれは落ちるんですけど、僕らが想定してるのは例えばバイクだったりとか自転車だったりとか、はいはい、そういったものをここに積んでいくっていうのが大前提として考えているので、バイクを積んでベルトで固定するとか、うん、使い方もできるだろうし、あまり扉になってることにこだわる必要はないんじゃないかなという。なるほどなるほど。競技とかでトランプハイエース使ってるような人もこれでちょっとおしゃれに積んでいくことできちゃいますね。でこれ足元も変わってますよね。インチリフトアップキットで、はい、あとは大きめのタイヤを履いて四駆なんでオフロードでも走れるっていうタイヤチョイスと高さチョイスはしてる感じです。なるほど、はい、オフロードタイヤこれ横浜のジオランダーですかね。レイズのホイールですか。そうですね、はい。これオレンジ色っていうのはなんでまたこの明るい色をチョイスしたんでしょう。新車のキャリーのカラーリングでラインナップされている色、白に黒のバーとかそういうことがまあ一番オーソドックスな選択にはなるかなとは思うんですけど、はい、たださっき言ってたコンセプトの遊びの車だよとかっていうことを考えた時に、うん、まああんまり白に黒とかっていうのばっかりじゃ面白くないよねっていうのがあったので、デモカーを作るっていう段階の時に菅原さんに、まあたまにはちょっとこのポップなカラーリングで組み合わせっていうのも作ってみたらいいんじゃないかっていう話をさせてもらって、バーをまず白にすること、それに合わせてボディを明るい色にしましょうっていうことでオレンジをチョイスしてもらったっていう
なるほど。でまたこのリアのこのロールバーがこの上のところまで来てるんですね。ルーフキャリアになってるんですか？ルーフキャリアとしても一応使える強度は持たせてあります。まあ、この K がこれだけ太いものにしてあるので、はい、大概のもの乗せても大丈夫っていうようなことにはなってるんですけど、まあ、ただデザイン重視ですね、どちらかといったら。なるほどなるほど、はい、これがかっこいいってやつですね。そうですね、はい。はい、車内にやってまいりましたが、真っ黒で染めちゃってるんですね。2台と同じ強度を持たせたラプターライナーっていう塗料で。あ、そうなんですね。仕事層、はいはい、全部とりあえずそれで塗って仕上げてます。なるほど。ダッシュボードなんかも全部黒く塗装してる感じなんで、通常の軽トラよりも質感はあるのかなっていうところですね。うんうん。あと個人的な萌えポイントとしては、軽トラにこのアバルトのステアリング最高ですね。そうですね。このウッドでアバルトのステアリングっていうのはたまらんですね。いや、車内まで含めておしゃれっすね。働く車っていうよりかはドライブとか休日ちょっと走りに行くとかすごい良さそうですね。どうしてもやっぱ軽トラは中身がしょぼくなっちゃうんで、スピーカーも後付けとちゃんと下ものつけてるんで、そうなりにはなるような感じになってますね。なるほど。こちらですね、趣味車としてもバッチリっていうですね。2台目、こちらは見覚えがある車ですね。そうですね、はい、トゥクトゥクルーフがついた軽トラですと。ですね。これベース車両的にはハイゼットの500系ってやつです。過去に取材させてもらったわけですけど、そうですね、ちょっと変わってますよね。フロントバンパーガードは新しいのと、はい、テントのところ通常黒なんですけど赤で作ってるんだっていうことですね。まずこちらのバンパーガードがつきましたよと。バンパーガードって結構でかくて仰々しいものがつくイメージありますけど、このサイズ感ちょうどいいですね。最近はセンサーがついてて、大きいやつだとセンサーが鳴りっぱなしになっちゃうんで。あ、そうなんですね。あえて小ぶりなものを。これだけでちょっとなんかオフロードっぽいというか、それこそなんかタイの道走ってそうですね。ですね。こちらのルーフが変わりましたよと。真っ赤ですね。働く車の中でもこれつけたら便利そうじゃないですか、ね、荷台の中のもの濡れないですし、でしかもこれだけおしゃれな感じだったら毎日仕事行くのも楽しくなりそうです ね。これちなみにロールケージみたいなものが要はついてるわけじゃないですか、はい、重くなったりしないんですか？これは重量としてはそんなには増えないですね。上の部分もテントなんで。あ、こういう渡し方なんですね。こっちは FRP で R をちゃんと作ってるんですけど、あと骨組みとテントなんでそんなには重くはならないですね。なるほど。高いところに重量物が集まってバランス悪くなっちゃうみたいなことはないと。そうですね、大丈夫です。軽トラについてるライトもちゃんとこのフレームにこう固定できるようにしてあるんですね。そうですね。なるほど。じゃあ夜でも安心ですね、はい、ちなみにこのトゥクトゥクはですね、過去に撮影した動画がございます。今動画を見ててオーバーフェンダーついとるやんとかホイールなんやねんとかって気になった人はですね、こちらの動画をチェックしてもらえれば詳しいところまでわかります。はい、というわけで3台目でございますけれども、これはスズキのキャリーですか？スーパーキャリーですね。おお、スーパーキャリー。通常のキャリーだとリクライニングできないんですけど、荷室スペースが広くてリクライニングしてロングドライブできるような感じ。47センチ荷室スペースが広くなったんで、後ろのスペースに工具箱だったり濡れちゃまずいものを置けるという。まずこの黒とオレンジの対比がめちゃめちゃ可愛いっすね。ベゼルをオレンジにするのとかめちゃめちゃ可愛いっすね。でこれもさっきのトゥクトゥクと同じ感じのバンパーガードがついてるんですか ね。バンパーガード一緒です。工具の台座もあってっていう感じですね。でこれエンブレムはブラックアウトしてるんですか？そうですね、まあ、このグレードですとここもメッキですし、ここもメッキなんですけど、艶消し塗装にしてよりちょっとオフロード感出してる感じですね。なるほど。気になるのは後ろに積んでるラックなんですけど、これもやっぱ運転席の上まで来てるじゃないですか。これはトゥクトゥクルーフからの派生系なんですけど。あ、そうなんですね。これはトゥクトゥクジョブっていう商品名なんですけど、長尺ものというか梯子を積んだりとか長い木を積んだりするときにこういったキャリアがあると便利かなっていうところで作ったものです。長尺であれば何でもいいんで、サーフボード積んだりとか、はいはいはい、キャリアがつけばリフテントも、まあ、アウトドアで使えますから、荷重的にも問題なく耐えられるような構造になってます。なるほど。じゃあもう本当オーナーさん次第で楽しみ方無限大そうですね、いうことですね。こいでね、ミラーもオレンジになってて、うわ、ドアノブまでオレンジじゃないですか。ホイールも含めて全部同色にして。ホイールも本当だ。え、めっちゃ可愛いじゃないですかこれ。差し色みたいな感じで、あとテールガードも同じ色でオレンジにして。へえ、あ、え、超可愛いこれ。このリムオレンジってこのホイール設定あるんですか？ないです。お、じゃあオリジナル塗装で作って。なるほど。でこれリフトアップもしてるんですか？そうですね、これも2インチリフトアップにタイヤも1アップしてって感じでリフトアップしてますね。そしてこのルーフですね、これまたでけえ。意外に高さはありますねやっぱね。そうですよね、うん、
結構上長いもんも積めるし、なんならあれですよね、ここからこう斜めにかけてもいいわけですよね。あ、じゃあ本当にはしごとか全部この辺で済ませて、前の方に荷物どかどか置いたりっていうこともできる。これは全部スライドするんですよ。え？ボルト締めなんですけど、これ緩めればスライドさせてどこに置いても大丈夫なんで。なるほど。非常にシンプルな構造なんですけど、可動域を増やして荷物のアレンジによって変えられるって感じですね。じゃあ荷室スペース結構自由に使えますね。そうですね。3本とも全部ですか？3本とも全部です。あ、じゃあもう本当に自由自在ですね。そうですね。軽トラ全般で付けられるような設定にしてるので、汎用品としては皆さん使ってもらえるかなってところなんですけど。じゃあ別にスーパーキャリーで今お仕事してる人だけじゃなく、そうですね、軽トラ使ってお仕事してる人だったらみんな。そうですね。なるほど。で、これ荷台ももしかしてラフターライナーですか？そうですね。おー、シボ塗装で、単純にシボでかっこいいっていう以外にも頑丈な塗装なんですよね、確か。通常の軽トラってやっぱただの塗装なんで、はい、荷物をちょっと積んだだけで傷がすぐついちゃうんですよ、はい、こういったシボ塗装にするとガンガン乗せても傷つかないよね。硬い塗装になってます。はしごとかそういう金属のものってバッコンバッコン積むと荷台ギタギタになりますもんね。そうですね。これ鳥居って言うんですけど、軽トラで言うと鳥居なんですか？はい、これ純正ついてるんですけど、はい、これにかませることで強度を持たせるんですね。あー、なるほど。従来のものだとこう自立式でグラグラしたりすることあるんですけど、純正の鳥居にこうかませて補強してなるべくぐらつかないように設計してます。支点が増えるということですね。そうですね。これちなみに全部ボルトオンなんですか？基本的には穴開け加工は必要になりますけど。なるほど、なるほど。荷台に穴開けてそこにボルト止めでっていうことですね。ジャガジャンとドアを開けていただきました。これ今ね、パッて左見るとノーマルだなって思うんですけど、これシートカバーついちゃってます？そうですね、本革なんで。おー、本革、合皮じゃないですね。そうですね、車内を高級的に見せられるアイテムだと思いますね。ノーマルだともうちょっと、まあ、味気ないというか。そうですね、はい、いわゆるこういう車のシートって感じですもんね。これはハーフタイプになってまして、本革の部分はこのベージュのところだけなんですけど、はい、あとは合皮で後ろの方は作ってます。なるほど。あ、全然違いますね、やっぱビニールレザーとかと比べて。これやっぱ本革の方が耐久性もあるんですかね？そうですね、耐久性もありますし、なんといってもやっぱり高級感増すんで、うんうん、満足度高くなると思うし、軽トラでもやっぱり乗ってて気持ちいいかなっていうところでご利用いただいてるって感じです。これはスーパーキャリー用とハイゼットジャンボ用でチョイスできますんで。じゃあそれとおしゃれに乗れるっていうことですね。そうですね。というわけで今日はですね、この気になる軽トラカスタムの世界を見せてもらったわけですけれども、やっぱ気になるのは、はい、こういうカスタムをするってなったらいくらかかるのっていう話なんですよ。そうですね、はい、じゃあまず最初の1台からいきましょう、はい、オレンジ。フロントバンパーガードは5万8000円です。5万8000円。でリアのラゲッジパーは太めのパイプで作ってるので結構コストが高いので、それは25万円なんです。おー、でも実際うちのチャンネルスポーツカーが好きな人が多いんですけど、この点数のロールケージ組もうってたりしますからね。そうですね、はい、確かにね。それを考えたら妥当な価格っていうのはご理解いただけると思います。で、トゥクトゥクルーフ、はい、おいくら万円でしょうか？14万8000円になってます。お、14万8000円、はい、バンパーガード、まあ、これも一緒ですね、はい、まあ、です一緒ですね。これは4万9800円です。お、ちょっと安いんですね。そうですね、まあ、小ぶりのものですから。なるほど、なるほど、はい、でもフォームは別ですよね。フォームは別です。なるほど、なるほど、はい、取り付けに関して加工が必要だったりとかあるんですか？ハイゼットと、はい、まあ、500系とこちらのスーパーキャリーはフレームに開いてる穴を利用して付けるというものになってますので。なるほど、穴開け加工は必要ないです。おー、じゃあ基本ボルトオンで付くっていうことですね。そしてこちらですよ、トゥクトゥクジョブ。こちらはちょっとでかいし高いんじゃないですか？これはですね、高くしたいんですけど。高くしたいんです、ね、んですが、まあ、利益欲しいっていう。ああ、皆さんにやっぱり使っていただきたいので、はい、これは8万4800円です。おー、安っ。部品点数はそんなに多くないんですけど、パイプの径をこれも細くして一番流通しているものを使ってるので、そこでコストを下げられてます。おー、なるほど。これだって10万円切ってで変幻自在なわけですよね。ってなったら本当に働く車でも遊ぶ車でもバッチリ使えますね。そうですね。あとちなみにシートカバーって、これシートカバーは49,800円。4万9800円、2脚。おお、じゃあ5万円でこの素敵な車内をゲットできる。そうですね。実際じゃあもう一個一個買いたくない、まだ車も持ってないし、もうむしろこの形で欲しいってなった場合って、うん、Sレーシングさんにご相談すればコンプリートカーみたいに買えたりする。そうですね、それは全然作りますよ。本当ですか、うん、それも車両の手配からいけちゃうんですか？それは全然できますね。じゃあですね、もし今日見たこのディーズビッグゴーでも
もいいし、トゥクトゥク号でもいいし、このスーパーキャリーでもいいし、気になるなぁ、いくらなのかな、欲しいなってなったらですね、S2レーシングさんにご相談すれば、おそらく菅原さんがこのテンションでいろいろ教えてくれると思いますので。いや、ぜひですね、今軽トラカスタムを楽しんでる、もしくは毎日軽トラでお仕事してるっていう人はですね、ご検討してみてはいかがでしょうか。 S2 レーシングさんの詳細については概要欄の方に載ってますので、こちらを見ていただければもろもろチェックできると思います。ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで本日はですね、 S2 レーシングさんのこちら軽トラ3台を置いて軽トラカスタムの世界っていうのを教えてもらいました。改めて菅原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あとデイトナマガジンの野本さんもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、この動画を見て面白いなと思った、軽トラカスタムやってみたいなと思った方はですね、高評価とチャンネル登録のボタンをバーンって押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。モーターズチャンネルからのお知らせです。モーターズおよびモタガレでは、我々と一緒にお仕事をしてくれるライターさんを探しています。車のこと好きだけどライターなんかやったことないなんて思ってる人でも大丈夫です。興味がある人はぜひぜひ概要欄の方までご連絡ください。僕たちと一緒に車の面白いところをいっぱい発信していきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルでは、スポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。